本当に。でも来ないから大丈夫って。わかった。しかし実は依頼を受けてるんだ。詳細は。ありがとう。いい人にはいい。さあ旅人。この景色。さて週末。そんなこと。それは進撃と五巻までの展開を。こんな気象で感服しただけさ。僕の予想がかな。じゃ考えてみるといい。材料がなければ。そして重最高には鬱憤を晴らすにせ。お前たちだな。ほら噂をすれば。こんなに走り回っても赤白はどこにもないと思ったら飛雲商会が動いていたか。貴重な鉱石でもないのに。狙うも何。このままで終わると。さあお願い。相手を間違えたら。いざ。元気出してよ。チャンスだ。行くぞ。へっ。くらえ。へっ。無駄だ。消えろ。はっ、ここだ。ここだ。無能。ここだ。ミュージックスタート。難攻不落。無駄だ。くらえ。知れ。くだらない。はっ、ひゃっ。知れ。逃がさぬ。いえ。剣女盤石。みんなを守るから。相関化粧。ひゃっ、はっ。無駄だ。ただものではないな。このままでは予想。もっと痛めつけて。ファデュイとお前。何。注文の件は自分。行かないでください。坊ちゃま。ああ、彼女。坊ちゃま。お前が飛雲商会の御曹司。ああ、僕がコカハ門弟、そして飛雲商会会長の次男行く明だ。くそ、はめられた。重最高、強要による売買はこの席。上級殿には通常か。まあそうさ。毎度あり。
おんちゃおいらだ。気にするな、損する。お坊ちゃまを怒らせた。どうしよう、どうすればいい。君は飛べるんだし、足がなくても平気だ。その目は本気だ。旅人、助けろ。この新小説劇録もなかなか。だってこれほど義経の坊ちゃま。ああ、だからそんなこと言っシャレ。何を言っても坊ちゃまは止められま。ではほう。やっと来てくれた。きっと君たちが協力してくれたんだろう。ああ、そう言わず。城家は一族の栄光を取り戻す。君たちがいなかった。お前もん、ど、なんでもないぞ。ああ、し、コカハ。門派自体は数百、門派の復興には今のコカハの若者と来たら。ああ、ま、これは君たちにあげよう。あ、それか、鉱石も売れて。ん？いや、なんでもない。あの少年、まさか。
ガンウォーテイク、去年新宅を迎えたの。ああ、モンド、七つ。あら、私たち七世、口でせ、神の犬。君たちも七世、商人として昨年の新、それに今年に神の目のも。かガンウォーテイク、その先を、それに君たち熱心、これが人、それはさておく、ありがそう、とりあえずそこはこの港で、行くぞ。行くぞ。はっ。せっ。行くぞ。ゲーセン儀式の日に願い事をすると叶うって聞いたぞ。試してみたらどうだ。やあ、あっはっ、こっちはもうお願い。ありがとう。行くぞ。行くぞ。リーウェ、ほら、あれがリーウェ。リーウェを管、そうだ、ガンを抵抗。後ろに。